ごきげんよう、高齢者、起爆剤、講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の24日月曜日です。今日は、所詮幸せなんて自己申告というね、綾小路きみまろさんの本から行ってみたいと思います。今日は、第2章の方に入っていきます。第2章は人の縁、いつだって一瞬一瞬がすべてという題です。その中の込み出しですが、出会いについてってね、運命は出会いによって大きく変わります。昨日のあの人や今日これから出会う人があなたの人生をまるっきり変えてしまうかもしれませんというね、中に入っていきたいと思います。人の縁というのは自分の見えないところ、預かり知らぬところでも確かに存在しています。あなたがこうして本を手に取り、私の書いた言葉を読んでくださっているのも一つの縁。そうですね、私のこの動画を見ていただいているのも一つの縁ですね。お互いに言葉を交わしたり手を握り合ったりせずとも、人と人はどこかでつながり合って生きているものなのでしょう。そうですね、私が芸能界の世界に飛び込んだのも偶然の出会いがきっかけでした。テレビ番組の司会者を目指して上京した私は、大学に通いながら新聞配達をして学費を稼ぐ毎日を送っていました。しかしこれが忙しい割に給料が少ない。そのうち大学と両立するのは難しいなぁと限界を感じるようになりました。新聞配達ね、大変ですな、最高でね。東京の足立区にあったエンパイアというキャバレーを知ったのはちょうどその頃です。当時私は病院の事務室にも新聞を配達していたのですが、その時余った新聞を入院している患者さんにも配っていました。善意というより持って帰るのが面倒なだけだったのですが、でもおかげで患者さんとも親しく話す間柄になれた、その一人がエンパイアの営業部長だったのです。何気ない雑談をする中で、昼間は大学に行くから夜に働ける場所を探していると話すと、営業部長はならうちでボーイとして働けよと誘ってくれました。正直その時は新聞配達がやめられるならいいかとしか考えていませんでした。キャバレーがどんなところか貧乏学生だった私は全く知らなかったのです。それだけに初めてステージを目の当たりにした時は、なんて夢のある世界なんだと感動で身震いしたことを覚えています。私も思い出してみると、そういう舞台を見たのは広島に就職してですね、今の平和公園の中に広島市公会堂という、まあその時代には公会堂はそこが一番良かったですね、広島市でも。そこに初めて行ってですね、中に入って瞬間に舞台で伊藤愛子さんという女性の方ですがね、これがね、ナポリ夢の街と、なんかすごい迫力のあるで、まあこのバックの音楽はもうびっくりしたのと、すっごい印象がありますね。それ以上の舞台を見て感動した驚いたことはありませんね。やっぱ最初というのはすごい衝撃がありますね。森進さんとの出会いも思いがけないものでした。エンパイアで司会と漫談の腕を磨いた私は、10年をも経つといろいろなキャバレーから声をかけてもらうようになりました。10年キャバレーで働いたけどですね。そのうち一つでたまたま私の漫談を聞いた日劇かっこ日本劇場かっこの人から、君はすごく面白いから一度日劇に出てみないかとお誘いをいただいたのです。そういうとこから、その出会いからあったんですね。そういうとこ出会いが。その頃、
日劇では猪俣交渉リサイタルというイベントを定期的に開催していました。猪俣さんは森さんのおふくろさんや藤圭子さんの女のブルースなどを作曲した当代きっての音楽家で、リサイタルでは彼が育てた野村真希、源正樹さんやクールファイブなどをゲストに招いてトークライブを行っていました。今のこれ藤圭子さん、女のブルースとか出てきましたが、今思い出したんですが、あの藤圭子さんが広島に来た時に、ね、キャバレーで歌うというんですね。でキャバレー、大きなキャバレーが広島にこう、ま、2つ以上もあったんですが、それをあの舞台に出てます、その次に移動する時に、なんとパトカーが先導したというぐらいな時代でしたね。私はその前座として漫談を披露することになったのですが、さすがに緊張しましたね。内容は忘れてしまいましたが、それほど大した話ではなかったと思います。しかしその時舞台裏にいて、あいつ面白いなとゲラゲラと笑ってくれた人が一人だけいた。後から人づてに聞いて知ったのですが、それが森進一さんだったのです。後日私のもとに森さんのマネージャーから一本の電話が入りました。君丸さん、ぜひうちの専属司会になってくれませんか。こうして私の芸人人生は大きく動き始めることになります。縁というのは、元は仏教の言葉なのだそうです。縁起とは、原因によって結果が起きることで、お釈迦様は、これがあれば彼があり、これがなければ彼がないと説きました。私が今、綾小路きみまろとして活動していられるのも、こうした縁の力によるものです。中高年をネタにした漫談をやっているのも、森さんや小林幸子さんなどの司会を務めていなければありえないことでした。時代と人の巡り合わせが私の存在を形作り、成長させてくれた。私の運命を変えた人が、あの日舞台裏にいたように、あの日舞台裏のいたように、縁はいつも自分の外側から思いがけない形でやっていきます。最後に、字がちょっと大きく書いてあるんですが、すべての人は独立してあるのではない。気づかぬところで支えられていることに思いを巡らせてみよう。ですね、今日は、綾小路きみまろさんの所詮、幸せなんて自己申告の第2章、人の縁。いつだって一瞬、一瞬がすべて、出会いについての話をさせていただきました。出会いといえば一つ思い出す言葉がありますね。出会い、それが起爆剤。かけよう。